こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。米軍原子力空母が全艦停止状態の今、やはり日本でも護衛艦出雲や加賀の回収が急がれる声が増えてきた。コロナウイルスの影響によって尖閣や台湾兵など中国は今でもいろんなことを仕掛けている状況下に依然とある。やはり最後はそうなるよねと落胆している現状に今では世界が賛同している状況。ようやく分かった中国の本性に各国どんな対策ができるのか。日本も防衛力をどう装備していけばいいのか、これで分かってきた。今世界は中国にウイルスの説明を促していて、中国自体の状況がやばい状況下に。それに南シナ海での人工島の動きもまた活発化してきている。では今一番危ない状況の米国原子力空母の状況を詳しく話していこう。こんなことになるとは全く想定していなかったのか。それとも見えない忍び寄ってきたウイルスにはさすがに。それでは2020年4月13日、かねてから新型コロナウイルスの感染拡大によってグアム島に停泊し、約4000人もの乗組員を隔離させているアメリカ海軍の空母セオドア・ルーズベルトからついに死亡者が発生した。アメリカ海軍から公表されたこのニュースは、同艦の艦長の解任などで揺れ動く中においても、ひときわ大きな衝撃をもってアメリカのみならず日本を含む周辺同盟国にも影響を与えている。ちなみにこの乗組員の死亡が現役のアメリカ軍人としては初の犠牲者であり、3月30日の検査でコロナウイルスの陽性と判定された後、容体の悪化で4月9日に集中治療室に移送された末のことだという。この時点までにアメリカ海軍全体で1056人のコロナウイルスへの感染が確認されていたが、不幸にして初の死亡者が発生したことで同艦をめぐる一連の報道もさらに加熱しそうだが、空母セオドア・ルーズベルトでは全乗組員約4800人中約600人へのコロナウイルスのクラスター感染が発生したとみられており、事実上同艦の未稼働状態が与える戦力低下が懸念され始めている。なぜならばアメリカ海軍ではこのセオドア・ルーズベルトをはじめ大型の原子力空母を全体で11隻収益させているもの、同艦の離脱により稼働数が3隻にまで低下した状態となっているためである。3隻のうちのドワイト・アイゼンハワーとハリー・S・トルーマンは北アラビア海に展開中であり、残る1隻のアブラハム・リンカーンがサンディエゴで訓練中というのが現在の実態だ。セオドア・ルーズベルトを除く残りの7隻はいずれもメンテナンスもしくは調整待機中となっており、
これは日本への影響も予想手より太平洋地域で稼働できる空母が皆無となっているのだ。実は今回のコロナウイルスの蔓延以前にもアメリカ海軍の航空母艦の稼働率の低さは問題視されていたが、ここに来てのこのコロナショックでまさにそれが表面化した形だと言えるだろう。こうした状況を睨んで中国海軍が太平洋や南シナ海での軍事演習を行うなどし、行動を活発化させており、その様はまるで普段押さえつけられてきた留飲を下げるかのような反応にも見える。しかもセオドア・ルーズベルト以外でもカール・ビンソン、ニミッツ、ロナルド・レーガンの各空母でもコロナウイルスの感染者が発生しており、今後の集団感染も懸念されている。今回のコロナウイルスの蔓延からは、くしくもかくも巨大なアメリカ軍ですら、迅速な対応の難しさを露呈させてしまったかと思えるが、この状況からは、ますます生物・化学兵器の脅威を連想させる。今日の軍隊においては、自軍への深刻な影響もあって、下火といえる生物・化学兵器であるが、こうした事態を見れば、テロやそれに類する勢力が、そうした兵器の有用性を再認識していないかと危惧を抱く。特に、この機に乗じてミサイルを打ち上げている北朝鮮など、こうした兵器に着目しているのではないかと。核兵器だけではなく、手を広げる可能性を疑わずにはいられない。また、空母といえば、フランス海軍の唯一の艦である。シャルル・ド・ゴールでも、同艦の乗組員50人がコロナウイルスに感染していることが判明しており、こちらの被害もさらに拡大しそうだ。シャルル・ド・ゴールと行動を共にしていた駆逐艦2隻の合計の乗組員である1767人へ検査を実施したところ、実にそのうちの668人への感染が確認されており、感染力の高さがうかがえるものとなっている。これらの事象は、いかにに閉塞された艦艇という空間がコロナウイルスの感染に弱いかを物語るものだと取れ、広い領海に多数の艦艇を持つ海上自衛隊への影響も深刻だと見る方が良いだろう。シャルル・ド・ゴールにおいても、3月中旬のブレスト港入港時に、コロナウイルスを乗組員が持ち込んだことが原因とみられ、感染らしき症状が発生したとの報告を上層部が無視したことで、広まったとも言われている。責任の所在がどこにあるのかは、今後の解明を待つとしても、アメリカ海軍にしろ、フランス海軍にしろ、初動の対応を誤ったことが招いた結果であることには間違いないだろう。中国とアメリカの壮絶な誹謗中傷の色を呈してきたコロナウイルスへの報道が続く中、日本の尖閣諸島周辺への中国船の出没頻度も今年2020年1月から3月でも
月間およそ90隻から100隻と高い数値を示している。空母遼寧を含む艦隊を太平洋での軍事演習に派遣するなど、露骨に台湾を威嚇する動きも見せている。中国は国内の本当のコロナウイルスの感染が不透明とされる一方で増長を続けている。日本の海を守る海上保安庁や海上自衛隊の艦艇の乗組員には、国として万全のコロナウイルス対策を施してほしいと希望してやまない。